ドラフト指名漏れの広陵真鍋慶太、大正大に進学。26日のドラフト会議で指名されなかった広陵、広島のスラッガー真鍋慶太内野手。4年が進学先を大正大に決めたことが28日、分かった、受験を経て入学を目指す。真鍋は高校通算62本塁打で甲子園にも3度出場、身長190センチの長距離砲として今年の高校生ではトップクラスの評価を受けていた。春にプロ入り志望の意思を固めたが、ドラフト指名が4位以下なら大学進学と決め、各球団にも意向を伝えていた。進学なら明治早稲田あたりにルートあるのに届け出したら大正大って格が落ちすぎやろ、それならプロでええやん。大正大からドラ1は難しいな、無双してもこれは失敗の回り道。六大学勝とうとならな。大正大は悪くないぞ、最悪中日にはいけるし。とうとの2部とどっちがいいんだろう。手堅い人生のためにプロ蹴って六大学ならわかるが、大正大なら回でもプロ言っとけよ。結局佐々木が一番マシだったな。早稲田か明治かと思ったが、ええところ選んだな。頑張れよ真鍋。こういうのすぐ決められるやな。順位縛りなんて余計なことせんかったらよかったのにな。大正大ならのみ悩んでも中日ルートで入れるしええんやない。大正大野手はほぼ中日やな。パワーを投げら、育成指名、東田光ぐらいや昔だと才木と書いたけど。関西六大学とか大正大一強リーグや選手権でアピールできるかどうかや。指名漏れ、大卒1位は最近だと矢沢、日体大か。サード練習してそれなりに活躍すれば中日入りしてそう。清宮、安田、村上はなんやかんや一軍で頑張っとるからものが違ったんやなって。大正大ルート使ったか、プロ目指すならいい大学やろ。真鍋じゃなくて親や監督教師の意向が強く出た可能性もあるから。てか12球団の2、3位見てもそいつ選ぶぐらいなら真鍋選んどけばみたいなのいるよな。牧、中央大、佐藤、近畿大、大山、白鵬大、柳田、広島経済大、山川、富士大、頓宮、亜細亜大、最近の打つ打者に6大学出身はいない。真鍋大正大とか大丈夫かよ、規律でガチガチな野球だから振り回せないぞ。大正大だと明治か早稲田じゃないか。大正大は今良い選手がかなり増えてるから全然ありでしょ。ドラフト漏れたなら社会人行った方がええ気がするんやけどな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。